皆さん、こんにちは。フィットネスインストラクターの小林みのりです。この DVD では、初中級クラス特有の慣れた方、そして慣れてない方にも、スムーズにコリオをお伝えできるように意識してコリオグラフィーを作成してまいりました。コリオの流れでなく、体重移動もしっかりとお伝えすることで、安全に皆様へクラスをお届けすることができるようになると思います。ぜひ参考にしてみてください。右足タッチ、右膝に歩きます。5、6。お客様へはずっと同じ足が上がってますよ。右や左ではなく、そういった表現をしてお伝えください。タッチにマンボ、ベーシック、そして2ストンプ、この同じ方向もすごいぐらいお伝えしていただいていいと思います。左足、こちらです。せーの、OK、 一度タップアップをしましょう。さあ、このビハインドもお体をしっかり台に乗せる、重心をしっかり引き上げてください。では動きを足し、回りながら台の横まで移動する。そしてタッチ、足を抜いてベーシックオーバー、左です。台の横から登っていきます。踏んでタッチ、踏んでタッチ、足を抜く。もう一度いきましょう。